山梨市販学校は第二次世界大戦中の1943年に山梨県に設置された市販学校である。本校は山梨県市販学校、山梨県女子市販学校などの前身諸校を含めて記述する甲府学問書旧期天間編集期天間1872年までの年月きは9期天間開智学校 編集師範公衆学校、旧、山梨県師範学校、編集山梨学校、起点館、編集1884年から1910年まで、使用された校舎山梨県人城師範学校、編集山梨県師範学校、編集明治時代末頃の、山梨県師範学校山梨県女子師範学校、編集山梨師範学校、編集、 山梨県市販学校山梨県女子市販学校、管理山梨市販学校山梨市販、学校男子部前身の山梨県市販学校から引き継いだ甲府市古府中町2282番地の校地を使用した。1945年7月の甲府空襲で校舎を消失し、同年9月の授業再開時は焼け残った付属国民学校の一部建物を使用した。 同年12月、市内古府中町の旧陸軍63部隊、弊社後に移転したが、1947年6月、元の男子部高地に竣工した、新校舎に復帰した。同校地は、後進の新生山梨大学学芸学部に継承され、現在に至っている、山梨市販学校女子部前身の山梨県女子市販学校から引き継いだ可能岩村の、 高知を使用した。同高知は、後進の新生山梨大学学芸学部に継承され可能岩分校となったが、1952年4月に2年、家庭は甲府の学芸学部本校に統合され、可能岩分校は廃止された。旧、可能岩高知は、元平設校の山梨県立山梨高等学校に引き継がれて現在に至っている。1884年に、 市範学校が再建された際には校舎裏の池に活地図が作られた。これは開館後の10月2日にアメリカから理科用機械が寄付されると実験・実測ための教材として作られた日本列島の縮小模型。スイスの教育者であるヨハン・ハインリヒペスタロッチの提唱した開発主義の理論に基づき、 事物に基づいた感覚を重視した教育を取り入れ、その指導法を身につける意図で導入された。カ地図は3年がかり1880年で作成された。2500坪の土地に森土で日本列島を形作り、木々を受けて河川には石を並べ、琵琶湖には実際に水を貯めた。さらに火山の下では火を燃やして、 煙を出す思考も作られ、周囲には濁り川から水を引き、小舟を浮かばせた。写真集、明治大正昭和ふるさとの思い出10、飯田文也、坂本徳一著図書館公開昭和53年、国立国会図書館、蔵書、2019年3月22日閲覧、AB、官報、第2625号、明治25年4月2日。 関東第4865号、昭和18年4月2日。AB、関東第5664号、昭和20年11月28日。青木 P 九 P99 は青木 P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 99 九 P99、ありがとうございます。